はい、じゃあ私の方からスパークルクエリの基本ということで、午前中は、セマンティックウェブの概念だとか、RDF の作り方とか、オントロジーの作り方とかを説明してましたけども、その RDF とかを使ってどう実際検索をかけていくのかっていうのを文法を交えながら説明していきたいと思います。私、株式会社 OKBP の岡部と申します。私の方は研究者ではなくて、生命情報の分野にいるエンジニアなんですけども、今回、あまりそういう科学技術のデータを使って説明するのもちょっとあれだなと思って、別のデータを用意しました。で、初めのエンドポイントは、まずエンドポイントの説明からなんですけども、RDF を作ると、データベースに入れて検索ができるようになります。で、そのデータベースを入れるところが RDF ストアっていうんですけども、データベースに入れたところの時に、スパークルを実行する対象の URL っていうのが必ずついてくるんですけども、それをエンドポイントと呼びます。で、こういうふうにブラウザで表示される画面があることもありますけども、 Web API だけが公開されている場合がある。で、プログラマの言語からしかアクセスできない場合もあります。で、今回使うのは日本語版 DBpedia っていう Wikipedia のデータを RDF 化してエンドポイントに入れているプロジェクトがありますので、それをそのエンドポイントに、スパークルをかけながら実習していきたいと思います。で、実習するにあたって皆さんあまり用意していただくものがなくて、ブラウザだけで動くようにしています。なので特にインストールせずに動くと思います。で、今インターネットにつながっている方はこの URL を、資料からもリンクが飛ぶんじゃないかな、飛ばないか。この URL をポチってすると、こういう画面が表示されると思います。ちょっとやってみますね。よいしょ。で、見えましたかね。で、これがエンドポイントと呼ばれるようなウェブのインターフェースになって、ここにスパークルクエリを書いて、クエリを実行するってやると、スパークルをかけれます。検索クエリを書いて結果が出てきます。で、ちょっとやってみますと、初めてのスパークルっていうので、すいません、ちょっとテキスト検索のテキスト選択ができないみたいなので、私の今日の RF 講習会4のところの資料にスパークルスニペットっていうのを貼り付けてますんで、ここから実行したい方は、ここからスパークルをテキスト、コピーしてペーストしてもらえればと思います。もしされたい方がいたら、このスパークルスニペットのところを落としてきていただいて、いただければ、コピペで試していただけます。で、まあ見とくだけでいいっていう方はそのままで大丈夫です。全部説明していきます。で、最初のスパークルクエリを、よいしょ、貼ってみます。で、ランってすると、結果が返ってきました。で、よいしょ。
これどういうクエリかっていうと、今回全部ラグビーのデータにしてみました。で、今ラグビーワールドカップがやってるので、それのデータを取ってこようかなと思いました。で、スパークルの説明なんですけども、ここが条件の記述するとこになりまして、なんとなく日本語なんで分かりやすいかと思いますけども、ラグビー日本代表選手っていうものを取ってくるというクエリになります。で、結果がこう返ってきて、なんとなく人の名前が出てる。多分ラガーマンだろうっていうような、実際のブラウザで見てみると知った名前もあるかもしれません。で、このクエリは、歴代選手のものを全員含んでるのは現役の選手だけっていうわけではなくて、とにかくウィキペディアにラグビーに日本代表選手を出してくれっていうようなクエリになります。で、何をやってるかっていうと、スパークルのこのカッコカッコっていうとこがあるんですけども、この中に、クエリパターンというものを書きます。で、これは午前中に、川島さんからお話があったタートル形式っていうのとかなり記述が近いんですけども、スパークル書くときも、RF 書くときも、集合、述語、目的語っていうデータセットなので、そのクエリ言語も集合、述語、目的語っていう形で書きます。で、これが主語、述語、目的語って書くんですけども、わからないところをハテナで書いて、変数化することで、ここがわかりませんっていうような意味になります。で、日本代表選手であるとこの主語を取ってくださいって書いていて、そのわからないところは主語なんですっていうので、その主語の部分が今ラガーマンとして取れているわけです。でもう一つ、先ほどのスパークルで、こちらも川島さんから説明があったんですけど、プレフィックスというものがスパークルの方でも使いまして、すべて RDF は IRI だとかで、長い URI で書くので、短縮形を認めてます。それがプレフィックスって記法なんですけども、実際にラグビー日本代表選手っていうものを表すときには、HTTP のjadbpedia.org リソースカテゴリーラグビー日本代表選手って書くんですけども、スパークルでいちいち書いてられないので、このカテゴリーっていうののプレフィックスをつけて、そのプレフィックスを使ってカテゴリーコロンラグビー日本代表選手っていう書き方ができます。で、次に、今は一つだけのトリプルパターン、トリプルの問い合わせをしたんですけども、複数書くことができまして、例えば今取られたデータは URL っていうリソースなんですけども、できれば名前を文字列で取りたいよってことはあると思うんですよ。で、その時に、2つ目のパターンが出てくるんですけども、先ほどの 1行目は1つ、先ほどと変わらないんですけども、ラガーマン、日本ラグビー選手であるとこのラガーマンがわからないと。で、そのラガーマンについてラベルを取ってくださいと。で、それがプレイヤーネームっていう変数名で取ってくださいよと書きます。で、こちらもタートルの記法と同じなんですけども、次の主語を省略するときには、セミコロンで区切れば、いちいちこのラガーマンって書かなくて済むっていう記法です。で、結果としては、ラガーマンとプレイヤーネーム、必ずハテナがついたところが、セレクトの、ハテナがついたところはわからないよと言ってるので、そこが出てきます。まあ、日本語でなんとなくこちらも名前が出てるんで、そんなにありがたみはないんですけども、こちらが文字列で名前が取れているところになります。で、グラフ的に見ると、日本ラグビー日本代表選手の、主語のラグビー選手の名前を取ってきてください。それをプレイヤーネームと呼びますというようなクエリを書いています。で、このグラフ構造を書くとき、私たちは見慣れてるんですけど、丸で楕円形で囲んでるときは IRI だとかの URI を示して、区形は
文字列だとか数字だとかのテキスト、まあ、リテラルっていうものを表しています。はい、じゃあまた複数のパターンをもう一個追加してみるんですけども、今度はそのラグビー日本代表選手のリストが取れて、その名前が取れたんで、生まれた場所をウィキペディアに書いてあるので、それも取ってみます。おや。はい。そうすると、ラガーマン、さっきと一緒ですね。ラガーマンのリストがあって、まあ、IRI の表現が、URI の表現があって、名前が取れて、それぞれの出身地が取れています。で、ここでちょっと気になるのが、一つだけ URI が含まれてますよと。これ文字列じゃないものが含まれてますと。で、若干ちょっと気になるなと。いうことで、これ DBpedia の問題で、まあプレスオブバースって言われたら、なんとなく出身地をその文字列で表記してほしいんだけども、たまに URI で書いてる人たちがいるというデータの綺麗、あんまり綺麗じゃないデータが混在してるっていう状況です。で、できればこの東京都っていうのの文字列も取りたいよとなるんですけども、ここで複数のパターンを書いてみる3人行くんですけども、ラグビー選手を取得して、その出身地を取る。プレイスオブバースで取る。で、その目的語になった変数をまた主語に与えて、そのラベルを取ってくださいっていうようなクエリになります。クエリパターンで書くと、こんな感じですね。ラグビー選手であるとこのリソースを取り、そのプレイスオブバース、生まれた出身地を取ってください。その生まれた出身地のラベルも取ってくださいよというクエリが書けます。そうすると得られる結果がこれになります。で、確かに、プレイスオブバースで、URI が取れて、プレイスラベルで文字列が取れるようになりました。選手の出身地のラベルが取れるようになりましたという状況なんですけども、出身地は得られたんだけど、すごくデータが少なくなって、日本代表選手のラガーマンがだいぶ減ってしまったっていうような状況になってしまいます。で、ここがちょっとグラフの検索のとこで一番初心者がつまずきやすいんですけども、まあ、スパークルの一番の考え方というか大事なとこなんですけども、スパークルはグラフに対してパターンマッチングさせるようなクエリの言語なんですけども、例えば先ほどのこのラガーマンがいて、出生地の URI があって出生地のラベルがありますよという状況のパターンはこういうグラフパターンではマッチします。ラガーマンの生まれた場所が URI であること、そしてそのラベルがついていることっていうことをこのセレクトのクエリパターンの最後の一文で指定しているのでそのパターンにマッチするものだけがヒットします。で、逆に何が減ったかっていうと、ラガーマンの出生地を聞いたときにそのままテキストで返ってくるデータとしては、そのテキスト、プレイスオブバースに対してラベル情報がもうないよというようなグラフパターンがあって、これがもう文字列なもので、ここから先にすでに文字列のものからまた文字列このラベルなんですかっていうことを RDF では書けないので
こういうデータが混じっていると、このデータはこのクエリでは取れなくなるという状況になります。一番最初のクエリに戻ってくると、ここら辺が全部取れなくなる。プレイスネームが、プレイスオブバースがあって、これに対するラベルがないので、ここら辺のデータ全部抜け落ちてしまう。クエリがかからない。クエリの条件にはマッチしないというようなことになってしまいます。で、それではちょっと困るだろうと。できれば日本代表選手は、日本代表選手全員取りたい。で、できれば、いい感じに出生地も全員の分が取りたい。というような時に使う文法がありまして、それがオプショナルっていうものなんですけども、今まで書いてきたクエリはパターンマッチングって言って、このパターンにマッチするものを全部出してくださいよって、全ての条件がマッチするものを書いてたんですけども、オプショナルっていうもので囲めば、出生地のラベルがなくても取っていいですよと、取ってきてくださいっていうような書き方になります。で、このオプショナルで、例えばラガーマンっていうところは絶対外したくない。日本代表選手は全員取ってきてください。その日本代表選手の、出生地も取りたい。ただしその出生地に対してラベルがあるかどうかは別に構わないよというようなクエリになります。それが必須じゃないですよっていうオプショナルっていうもので囲ってあげると、そこだけがまあなくてもいいですよというような条件になります。実際これをクエリで打ってみると、ラガーマンがダーって出てきて、プレイスオブバースっていうのが URI だろうと文字列だろうと出てくることになります。で、URI だとラベルがあるのでプレイスネームが取れますよと。だけど、プレイスオブバースがすでに文字列だった場合は、その文字列表現ってもうすでにないので、ここは空で出てきます。こういうので取ってくると、すべてのラガーマンの情報が取れます。で、割と初歩的なところでオプショナルを使わなかったら引っかかることって結構あって、普通に出生地が取りたいよって言った時には、こういうふうに書いてしまう。すべてのパターンにマッチするようなオプショナルを使わずに書いてしまった。これがすべてのデータだと思ってしまうことって、よくよくデータを知らないと分からない。で、今回ラガーマンだからこんなに少ないことないだろうって思って気づくんですけども、ここをプレスを、このプレスをラベプレイスラベルをオプショナルしないと全員分が取れないんだっていうことは割と引っかかりやすくって、それデータをよくよく見て、ここはオプショナルしなきゃいけないなとかって判断してつけていくことになります。ここまでで分からないとこってあります？早いですかね？大丈夫ですか？できれば贅沢を言うと、このプレイスラベルってなんとなくこっちに持ってきたい、できればこういうとこっていらないなと、アプリケーションを扱ってる人たちではみんな思うと思うんですよ。ここをいい感じにプレイスオブバースに揃えて、このプレイスオブバースをすべて文字列として扱いたいっていうことはアプリケーションとしてはよくあります。で、それをする方法があるんですけども、解決法の一つとしてユニオンクっていうのを使います。で、このユニオンは何をするかって言ったら、あるパターンと別のパターンの結果を結合して返してくれるって言って、記法はこうなります。ちょっと難易度が高いものなんですけども、日本ラグビー選手、日本代表選手のラグビー選手を取ってください。で、そのラグビー選手の生まれた場所を取ってくださいっていうのが一つ目のパターンです。それをプレイスラベルと呼びます。で、ここでユニオンでくっつけるんですけど、もう一つのパターンが一つありまして、ラグビー選手の、生まれた場所を取ってください。で、その
生まれた場所のラベルがあるんだったらそのラベルをプレイスラベルとしてくださいというような書き方をしていると、この URI であってそのラベルがあったプレイスラベルと URI がなくて直接文字列だったプレイスラベルを同じ変数にすることによって、合わさって出てきます。ここがもうあの URL のものが省かれて、すべて文字列であることというような結合の仕方をしているので、文字列で取れるようになります。ちょっとユニオン区はそんなに使う機会がないんですけども、まああったら便利。別のパターンのクエリを結合して出すっていうようなことができるので便利です。これがスパークルの基本です。で、オプショナルまでかけたらまあまあ割と何でもいけるのかなとは思ってます。ユニオン区はちょっと敷居が高いんですけども、トリプルパターンでグラフがこうあるからこういうふうな変数をかけてっていうことと、あとオプショナルを引っ掛けに引っかからなかったら大体のクエリは書けるようになるんじゃないかなと思ってます。はい。じゃあ、一旦 Wikipedia のデータを離れて、ここからは自作の RDF を使って説明していきます。結局またラグビーなんですけども、今週末にラグビーのダブルワールドカップの決勝チームが、決勝があるので、そのイングランドと南アフリカの選手の情報を RDF 化してみました。で、選手の名前と代表国チーム、身長、体重、ポジション。で、最後に DBpedia のリンクの情報を貼ってる、2、4、6個ぐらいしかない簡単なデータを作りました。で、エンドポイントが、もう、これは DBpedia ではないので、私が用意したデータベースでエンドポイントっていうものを用意して、外からアクセスできるようにしています。どこ行った私が立てたエンドポイントも DBpedia とそっくりなんですけども、これは使ってるデータベースが一緒なだけで、別のデータベースが入った別のエンドポイントです。でもう一回データの説明しておくと、例えば南アフリカのデクラーク選手っていうのがいるんですけども、その名前が、ラベルがデクラーク。名前がデクラークで、タイプとして、ヤゴーっていうなんかの方があったので、それつけてるんですけど、サウスアメリカンラグビーユニオンプレイヤーということで、南アフリカの代表選手で、デクラークは南アフリカのラグビー選手ですよということを定義しています。で、それぞれの選手に対して、身長が172センチで、で、体重が88キロ。で、守ってるポジションがスクラムハーフというような情報を書いています。で、ちなみにタートル形式だとこういうふうになります。で、このデータを使って、数値データが入ってくると割と説明しやすい、
文法があるのでこのデータを使っていきたいと思います。でまずディスティンクト。ディスティンクトって、まあ、SQL 文をやってる人たちには馴染みがありますけども、返ってくる結果の重複を省く、一位性を持たせるっていうような意味があります。一遍これもやってみますね。クエリを問い合わせてみます。ディスティンクトを使って何をディスティンクトしてるかっていうと、プレイヤーっていうのがいて、ラグビープレイヤーのことなんですけども、タイプがチームであること。今回は南アフリカとイングランドの選手だけを入れているので結果が2つだけ返ってきます。でここにディスティンクトをつけないとどうなるかっていうと、いっぱい返ってきます。でもまあ、見た目いっぱい返ってきますけども、結局データ2種類しかないよと。結局、南アフリカかイングランド選手のものしか入れてないんで、重複を省けば2つになりますよというようなものがディスティンクトの効果です。続きましてカウントっていうのがあります。これは、その検索した結果何件ヒットしたかっていうのを返してくれるデータです。関数ですね。でセレクトのところに書くんですけども、こんな風な記号になります。カウントって書いてその括弧括弧を書くんですけど、このプレイヤーが何人いたかっていうような、記号になります。カウントの引数に渡したものが何件ありますかというようなもので、それをまず検索して、でプレイヤーカウントという変数名で出す。そうするとプレイヤーカウントということで62名、包括合わせて31名、1チーム31名なんで62名の選手がいるよと、このデータの中ではその選手数を返してくれます。で次にフィルタアーク。これはトリプルパターンで今マッチさせてますけども、例えばトリプルの中のオブジェクトの値がどのぐらいかっていうことを知りたいことってよくあると思うんですけども、そういう時に条件文を書くことができます。ちょっとこのクエリ長いんですけども、条件としては身長180センチ未満の選手を出してくださいよと言ってます。プレイヤーがいて、その選手の名前を取って、主語がプレイヤーのまんまなんで、その選手の体重をウェイト変数に入れて、身長をハイト変数に入れます。ただし、というような書き方ができて、身長が180未満の選手だけを出してくださいっていうようなクエリになります。そうすると、身長が180センチ未満の選手だけを出してくれるようになります。で、このフィルタークは別にその数字データをどうのこうのしたいとかっていう時ではなくて、例えば、名前であったりとか、例えば名前に便って含まれる人を出してくださいだとかいうような条件も書けますし、あとは IRI として、まあ、例えば、この SPO の P が変数だったりする時があるんですけど、その P が例えば述語がこれの分だけ出してくださいみたいな書き方もできるので、まあ、変数に対してどう、
こういう値を取り入れるっていうことで、いろんな条件が書けるようになります。これがフィルタークです。あとは、オーダーバイリミットっていうのがあって、これは、検索結果を任意の順番に並べ替えるっていうことができます。で、このクエリであれば、検索結果を身長高順、身長小順、体重高順ってしてるんで、身長が低い人から出してくださいと。で、身長が同じ身長の人がいたら、それは体重が重い人から出してくださいよっていうような条件をかけています。それがこのオーダーバイハイトで、高順の場合はデスクっていうキーワードを使って、カッコで囲ってウェイトって書きます。で、間は変数が2つ条件があるんだったら、間を空白で開けてあげると。で、何件出すかっていうことも指定できて、リミット重とかって使います。で、よくこういうテーブルって、ウェブページのアプリケーションを作ってると、例えば検索結果して何かの順序に並んでて、10件ずつ出すとかっていうときに、こういうのを使います。で、今日は説明してないんですけど、オフセットっていうのもあって、例えば1件目から10件目を出す。で、11件目から20件目を出す。で、21件目から30件目を出すっていうような書き方をするときに、これを使います。次にグループバイっていうのを紹介します。グループバイも、まあ、SQL にあるので、 SQL 書けるんだったらちょっとピンとくるかもしれないですけども、あるキー、まあ、変数のキーを、グループ単位にまとめて、その結果を得るっていうことができます。で、このサンプルだと、最後の方にグループバイって書いて、これは、トリプルパターンが、プレイヤーとチームを出してて、選手とチームの2つのカラムを出してます。ただし、チームごとにまとめてくださいよって使いたいときにグループバイを使います。で、まとめたときに何を出すのかっていうことをセレクト文で書くんですけども、これは先ほど出てきたカウント関数で、プレイヤーの数を出してくださいと。チームごとに何人選手がいるのかっていうことを出してくださいよっていうクエリになります。で、まあ、補欠というか、ベンチ入りの人たちが必ず31人っていうのが決まってるみたいなんで、31人ずついますよっていう結果が得られます。もう少し、このカウント関数もそうなんですけど、こういうのが集約関数って呼ばれてまして、グルーピングした結果、どういう、そのグループした単位ごとにどういう値が取れるかっていうことを検索できます。で、なんとなく、想像つくような関数名になってるんですけども、サムは合計値が取れます。で、アベレージが平均値。で、ミンがグループの中で一番最小の値。で、マックスがグループの中で一番最大の値っていうのを取ってきます。で、それぞれ引数としてその変数を何かを取って、アスで別の変数見つけてやって出してやる。で、ここでやってるのは、また同じようにチームに属するプレイヤーがいるんですけども、そのチームごとに、体重の合計で身長の平均
一番背が低い人、民の、民なので一番背が低い人で一番体重が重い人っていうのをグループごとに出しています。で結果としてはこうなるんですけども、まず南アフリカの選手の体重の合計が3179、31人しかいないんで、まあ、平均的にも100キロを超えているというようなデータが出ています。で、平均の身長は186センチ、一番背が低い人って結構いるんだなと思ったけど160センチの選手がいるらしいです。で、一番体重が重たい人が136キロあります。で、今度はイングランドの、まあグループバイでチームごとにしてるチームごとのデータが出てきて、これも同じく体重の合計は3284、ちょっとアフリカよか南アフリカよか重たいで、身長はあんまり変わらなくて一番背が低い人でも178センチあって、一番から126キロっていうようなデータが得られます。でここで気をつけたのは、グループバイした場合にはセレクト区に指定できるのはグルーピングしたキーまたは集約関数のみっていう制約があります。なんでグループバイでチームってしたら、チームをセレクト部に書いて結果として出すことはできるんですけども、その他は全部集約関数になりますよと。そのチームの中の数を使って合計値を出してくださいとか、アベレージを出してください。一番小さい人、その集合の中で一番身長が低い人は誰ですかとかいうことを問い合わせることになるので、それ以外の変数は逆に出せない。そういう制約があります。はい、続きまして、バリューズ。バリューズっていうのを一番上に書いてあるものなんですけども、ある変数が取り得る変数の範囲を指定しますと、まあ候補ですね、候補を指定するって言った方が正確かもしれないです。でちょっと人に言われて調べたんですけども、ラグビーってなんかスクラム組むやつあるじゃないですか、なんか組み合って全然ルール知らないです、にわか派なんで全然ルール知らないですけど、なんか組み合ってると、で何やってるかよく分かんないんですけども、あれをディフェンスの選手が組み合ってなんか相手を押すみたいな感じなんですけど、でその時にまあ体重がキーなんじゃないかということを言われまして、でにわかなんで分からないんですけど、その組む人たちにもポジションが決まってるよと言われて、ディフェンスの人たちらしいんですよ。でディフェンスのポジションってどこなんだろうって調べたら、このフッカー、プロップ、ロック、バックローっていうような4つのポジションで押し合うらしいんですよ。フォワードなんでディフェンスの人たちは組まないという噂です。で、そのイングランドと、今週末試合ですけど、イングランドと南アフリカのそのフォワードのポジションの人たちの体重が重い方がスクラム的には優位なんじゃないかというようなクエリを書いてみました。そこでバリューズを使ってるんですけども、あるチームのプレイヤーたちの身長と体重を出し、それぞれのポジションが書いてあるのでポジションをつけて、そのポジションが取り得る値をバリューズで指定しています。で、スクラムを組むポジションっていうのがフッカー、プロップ、ロック、バックローらしい。このどれかに入ればいいよっていうような書き方になります。でそれでその選手たち、フォワードの選手たちを集めた上でチームでグルーピングをして体重の合計を出してやる。結果的にはですね、イングランドが1953キロ、南アフリカが1909キロ、結構40キロぐらい差が出ました。
なんでスクラムを組むとイングランドが優位かなと思ってるんですけど、控え選手がもちろんいるので、当日に実際に組む人たちの名前で検索してその体重差を見てみたいなと思ってます。で、まあ体重差が絶対的な優位かって言われたら多分違って、日本戦でもありましたけど、軽くてもスクラムに強いチームもあるっていうので、そこら辺が面白いかなと思ってます。大体ここまでが基本的なスパークルの文法ですね。で、ここから先はちょっともうほとんど終わりなんですけども、ちょっと複雑なクエリになります。まずサブクエリっていうのがあって、 SQL だと副問い合わせとかサブクエリとかって言ったりしますけども、それがスパークルでもできます。で、今回求めたいのは、先ほどチームで一番小さい人が160センチで、で、重たい人が136キロありますよとかっていうような話をしてましたけど、じゃあこれ誰やねんって求めたい時があります。で、その時にできるのが、そういう時にはサブクエリを使って問い合わせをする必要があります。各チームで最も身長が低いプレイヤーが誰なのか知りたい場合に、2つのクエリが必要になって、まず1つ目は各チームの最低身長を求める。で、その最低身長を持っているのが誰かっていう問い合わせをする。で、2回クエリをかければいいんですけども、若干めんどくさいので、それを1つにするような記法があります。これが、サブクエリを含んだクエリの形なんですけども、ここがサブクエリと呼ばれている部分で、見ていくと、プレイヤー一覧を出して、その身長を求めてますと。で、グループごとに、チームごとに一番最低身長を求めますということで、グループバイチームと書いてます。で、それ一旦セレクトで出してて、そのチームにおける最低身長を、こういう変数で出しますと。これが一番小さい身長ですよということで出しますと。これがサブクエリの中身です。で、この結果を踏まえて、主クエリっていうんですかね、サブクエリの反対側、主問い合わせとかって言いますけども、このミントチームを使って、今度また新たにクエリをかけてます。チームはこの変数のチームを受けて、で、かつ、身長が一番小さいものを指定して、それを持っているプレイヤーは誰ですかというようなクエリになります。で、得られる結果が、チームがいて身長160センチの人は、少なくとも南アフリカで身長が一番低い人は160センチで、読み方は分かりますけど、この選手らしいです。で、イングランドの方は一番最低でも178センチあるらしいんですけども、その178センチの人たちが3人いると、その人たちが最低の、最低一番低い身長を持ってますよっていうことで、ここは一番低い身長だからみんな同じ並列で扱うんですけども、その人たちの名前がこの3人いますっていうような結果が得られます。問い合わせは結構式が高ければ2回クエリを書いたらいいんですけど、この、プログラムでやればできない人できることなんですけども、一発でクエリを書きたいなって言った時には、一番、シンプルに書けて便利かなと思います。で、サブクエリを書く時って結構混乱すると思うんですけど、まずここだけでクエリを書いてみること、その結果を受けてから外のクエリでどうしたいかっていうことを考えていくっていうことが、サブクエリの基本になります。
ここまででスパークルの説明を、すいません、だいぶ駆け足でしたけども、一通りの文法を説明しました。基本的にはそのスパークルは主語、述語、目的語を使ったパターンマッチングであるっていうことが基本になります。なので、分からなくなったら図を書くだとか、あるいはもうデータセットを用意して公開している人たちはこういうものが入ってますよっていうようなスキーマ図みたいなものを、まあこういうデータがあるんでこうでクエリかけれますよっていうようなことを教えてくれるような図を書いてくれてたりしますので、それをもとに、じゃあラグビー選手のものが入ってたら、ラグビー選手の一覧が取れるなって、でそれでこういうプレディケートで出身地が取れるなっていうことを理解しながら書いていくことが多いです。でパターンをかな頭に入れるとは思いませんけども、パターンを意識しながら書いていくとあまり間違いないかなと思います。そこさえ間違いなければあとはおまけのような機能のなので、おいおい勉強していけばすぐに書けるようになると思います。特にセレクトとかだと結構、まあ、SQL よく書かれるエンジニアとかだったら結構文法似てるなって思うとこはちょくちょくあると思います。例えば集約関数とかグループバイだとかオーダーとかは、まあ、大体 SQL をリスペクトして全部取り入れてるんだなっていう感じがします。グラフパターンだとかオプショナルだとかっていうところは結構独自なところなので、そこさえ把握してれば書くこと自体はそこまで難しくないかなと思っています。はい、続きまして、データをつなげるっていう話をちょっとだけ最後にしたいんですが、今回私は、南アフリカとイングランド選手のデータを作って、まあ、どこにもないデータ、ワールドカップの公式ページからぶっこ抜いてきたんですけども、こういうデータを作りました。で、この RDF 化は多分誰もやってないと。で、それで自作データって呼んでるんですけども、このところで他とデータつなげたいなって思う、まあ、RDF なんでせっかくなんでつなげたいなって思うんですけども、その時にやったこととして、ここですね。デフラーク選手の C オールソーに対してすごく似たような URI なんですけど、 DBpedia の URL の表現をここに足して、意味としては私の書いたデフラーク選手は身長体重こうなんだけども DBpedia の方見てねっていうような意味になります。それが DBpedia のデクラーク選手の URI を指しています。でこのデクラーク選手のデータをまた見たいなって思うと DBpedia の、今度はさっきまでは日本語版だったんですけど、今度は英語版の方に入っているので、そのデクラーク選手の情報を取得できます。つらい。
これがディーディペディア、英語版のウィキペディアのデータをもとにしたデクラーク選手の、情報です。で、私が持っているデータとしては身長、体重、ポジションぐらいしかなかったんですけども、デクラーク選手は生まれがどこでとか、どういう成績を残してとかっていうことがウィキペディアで編集されたのが吸い上げられているので、取ることができます。逆に私が持ってるデータっていうのは身長、体重、ポジションなんですけども、それ2019年のワールドカップの情報なので、ここに書いてあるデクラーク選手のものは多分古いんです。ちょっと値が違ってたんですけども、古いので私の方が最新だし、今回の2019年のワールドカップを戦うにあたっては私の情報の方が正しいと言えます。で、それを混ぜ合わせることができるというのがデータの統合っていう意味かなと思っています。で、私は、身長と体重を取ったんですけども、年齢も一応公式ホームページにはあったんですけども、年齢って年が変われば変わりますし、あと生年月日がいつかでよって年齢って違うじゃないですか。で、その時には DBpedia の生年月日が書いてあるんで、そっちを元に取ってきて計算した方がいいかなと。どっちが向くかっていうデータがお互いあって、両方を混ぜ合わせて検索するとよりリッチな情報が、デクラーク選手に関してのよりリッチな情報が得られるということになります。で、このデータつながっている、ように見えるデータをどう検索するかなんですけども、2つ方法があって、1つは、すみません、非推奨の方なんですけども、サービス区っていうのが文法であります。今回ちょっと難しいので、説明を控えさせてもらうんですけども、私、さっきからエンドポイントを、ここは英語版の DBpedia のエンドポイントで dbpedia.org です。で、私のエンドポイントは okbp.work/spark.lod っていうものなんで、これ全然別のデータベース、ウェブ上にも全然違う場所にあって違うデータベースなんですけど、それを2つにまとめて問い合わせる検索言語、検索の仕方があって、それをサービス区、フェデレーテッドクエリとか連合クエリとかって言います。そういう記法が一応用意されています。ただちょっと残念なことに、2つのデータベースに問い合わせるからには2つともがその仕様を満たして両方とも対応しなきゃいけないっていうので、結構これが難しい条件で、どっちかがエラーを出すことってあるので、あんまりサービス区正直使えない、私は使っていいところがあまりないなと思ってます。ただもうちょっとインターネットが高速になって 5G とかになってくると、この結合してデータを持ってきてまとめて出すっていうことに対する速度制限みたいなものがなくなってくるはずなので、そうなってきた時にもう一回フェデレートデッドクエリとかサービス区っていうのは見直されて今後使えるようになってくるのかもしれないという期待は持ってます。で、サービス区がダメだったら何してるのかっていうと、私たちはよくエンドポイントの RDF データをダウンロードしてきて、結局自分のところにデータベースを立てて、で、いろんなとこからエンドポイントを公開してるってことは、大体 RDF だとかデータがどっかに落ちてるので、それ全部取ってきて自分のデータベースに全部入れて、もしくは使うとこだけフィルタリングして入れて自分のエンドポイントだけで全部解決してしまう。そうするとデータベースのインデックスとかが高速に効いて、自分の得たいデータだけを素早く検索できるので、これはだいたい今行われているデータ統合の主流かなと思っています。はい。で、結局データ統合とはどういうことなのかっていうことなんですけど、私が今見せたデクラーク選手の RDF はこういうのがあって、私のエンドポイントに入っています。で、デクラーク選手のことに関して、自分はこういうデータを持っていますけども、DBpedia の方を見てよっていうような CAlso っていう URL を貼って、C プレディケートを貼って、
DBpedia の方の URL を持っておきます。で、その DBpedia の URL を持っているということで、DBpedia の方はこの DBpedia のデクラーク選手の持っている情報がそれぞれ管理されているので、そのデータセットが世の中にあって、それが DBpedia のエンドポイントで公開されています。で、こことここをつなげることによって、よりデクラーク選手の、リッチな情報が得られると。で、さらに、Wikipedia とか DBpedia っていうのはすごくいろんなデータを集めているので、例えば出身地がアフリカだったら、南アフリカだったら、南アフリカの情報があって、ラグビーが盛んでとか、ラグビー人口がどうの、サッカー人口がどうのこうのっていうのが、もし得られるんだったら別のデータを公開している人がいるんだったら、そのデータも全部つながっていくよというような、この URI を通じて全部のデータが統合していくっていうのが RDF によるデータ統合の形です。はい。以上になります。で、最後なんですけども、今日ラグビーの、データで説明したのは私がにわかのラグビーファンだったからなんですけども、スパークルエンジンでもにわかのファン、にわかにかける人たちを応援しますという最後のメッセージです。で、スパークルソンっていうのを毎月、毎月2日ぐらい開催してて、何でも聞いていいですよっていうような場に設けていますんで、もし今回ご興味を持って、今日でスパークルかけるようになったとなるはずはないので、もう一回勉強してみて、すいません。ちょっとわからないわって言ったら、ここに来て聞いていただければ、あと、お時間いくらでも聞きますということです。はい。以上になります。ありがとうございました。